はい、どうもです。実はですね、ペットができました。名前はチュンチュン。パンダを飼っております。いろいろね、生放送でなんですけど、改造しまして、はい。いい感じになりましたよね。島。いい感じになったんじゃないですか？本日もですね、誰の島に行こうかなという企画。こちらで、誰かの島に遊びに行こうかなと思います。では行きましょう。猫鳴いてる。うわ、雨降ってる。はい、今回は、集まれすみれ島に、遊びに来ました。あ、手振ってくれてる。え、てかな、すごい。え、すごいよ、今、クマさんが二人。二人っていう表記はおかしい。いや、じゃあ二匹か。はじめまして。集まれすみれ島のすみれさん、こんにちは。すごくないこれ。でかっ。でかくない？クマって名前あんのかな？すげえな。てか道がしっかり作られてる。え、すごいね。本当にすごい。てか言葉出てこないな。うち道ないからさ、柵でなんとか道っぽくしてるんですけど、ちゃんと道ができた。石の道もある。こんな感じで。あ、三輪車三つある。なんかゴーカートできそう。三輪車でゴーカートできそうだ。これ。これ遊びたいな。レンタル自転車みたいにこれでこのワールド回りたいわ。あ、これ何？これ釣りするところか。おぉ。あ、待って。これさ、よく見るとさ、池魚の形してる。この部分目だったのか。え、すげえ、滝が。滝がザーって。おしゃれおしゃれ。俺の地元横浜にもね、港未来ってところにこういう滝がね、あった気がします。これさ、お家？あ、これが家なの？ソフトクリーム屋さんかと思ってた。あ、これ家だ！普通になんか売ってんのかなと思って。アイス売ってんのかと思ってお邪魔します。キャットタワーがある。俺がリアルで持ってるキャットタワーもこんな感じなんだよね。同じ感じ。ちょっと似てるんですよね。なんだこの音楽。この音楽はなんだ？どこから流れてるんだ？なんか音楽変わりました。音楽が変わった。で、ちょっと他の部屋を見ていこうかな。左の部屋は、これはあれか？人をダメにするクッションか？あ、やっぱそうだ。え？え？時間待って、なんかコロコロできる。ちょっと待って、乗せて、俺も乗せて。あ、もうごめんなさい。無理でした。いけませんでした。トイレ？トイレだ。家の中にトイレがある。しかも3種類。最初入ってきて、こう3つトイレ並んでたらさ、確実にこの一番右のトイレ行くよな。普通は、最初は。綺麗だもん。なんか青って綺麗なイメージあるわ。おい、パンダ！パンダがかわいそうだけど、でもこれはこれで面白い。で、なんだこれは？こっちはなんだ、蜂と仮面ライダーのカマキリだ。あ、すげえ。水も滴るいいパンダ。この家広くない？ 2 階と地下があるんだけど、ちょっと2階から行こうか。あ、いい！趣味部屋。エレキギターが4個。いや、じゃあ、アコギもあるね。アコギとエレキと。あ、これマイク？バンドできるじゃん。バンド。これがキーボード？あ、これキーボードではないか。これがハーブ。まさかバンドにハーブを用いるなんて。新しすぎるだろ。ここでライブができちゃうよ。ライブハウスだよ。次は地下ですね。初めてかも、地下行くの。ですね。お魚さん。これ前のイベントで手に入れた魚グッズか。てか地下広いな。地下ってこんな広いんだ。これ広く感じるだけなのかね。家具がないからかな。タンスとかがあると狭く見えちゃうけど。こういう置物だから広く見えるのかな。これ釣り竿か。本格的な釣り職人？釣り職人や。魚拓もあるよ、魚拓も。こんなでかいカジキマグロ釣れたのか？あ、それで優勝したトロフィーか。魚拓で優勝してるぞ。いやー、よかった。この家ね、見かけによらずね、でかいね。こんなちっちゃい家にすごい詰まってたわ。あ、望遠鏡ある。月が見えるかな？今日の月は綺麗かな？いや、雨が降ってて無理だ。これ上の道何に繋がってんの？
あ、お花畑だ。お花畑がいっぱい。すごい。あ、綺麗。なんだこれ。あ、すげえ。カタツムリがいるぞ。カタツムリが。お、取り行った？ナイス。よくない？気分が良くなってくる。お花が近くにあるとさ、人間の心って安らぐって言うじゃん。すげえなんか気分が良い。幸せな気分になる。左の道も行ってみます。ちょっと見えてるけど、イースターですね。なにこれ？卒業式にあるお花だ。スタンドフラワーかな。遊ばれてる。これ初めてかもしれない。イースターのグッズを部屋じゃなくて外に置く人。よし、帰るか。ちゃんとお見送りもね、してくれたし、クマさんもいるし、安心感があるよ。クマさん。クマさん、でも、ここから見るとちょっと怖いかもしれない。なんかでっかい影が見えるんだよね、クマさんの。あ、悲しんでる。でも帰る。でもこれ顔よく見えなかったな。思ったけど。仮面もずっとつけてるからさ、本人の顔が全くわかんなかった。お疲れ様でした。ただいま。帰ってきました。さっきの島ね、雨降ってたから、なんか帰ってきたら俺の部屋すごい晴れてるじゃん。もう一人行こっか。陶器は間もなくサム島に到着します。サム島。サム島って何？サム島。こんにちは。はい、今回はサム島のクラゲさんのワールドに遊びに来ました。どことなくね、俺のワールドにちょっと似てるわ。これは悪口かな？よし、遊んでいくぞ。遊んでいくっていうか、なんだ探検か。探検。どっちかっていうと探検だな。うわ、なんか人工的に作られたような池があります。なんか釣れるのかな？え？なんかごめんなさい。俺の島に似てるってごめんなさい。全然違う。てか、ネズミちゃん。初めて見た。はじめまして、ネズミちゃん。かわいい、なんか、ネズミちゃん。トムとジェリーのジェリーみたい。ネズミや。え、すごい、すごい。いや、待って。ごめん、なんか、俺の部屋と比較してごめん。住民の家ってこんなに並べられるの？住宅地だよ、これ、住宅地。ちゃんと住宅地になって水辺もあってさ、こっちは？あ、今作ってる最中のお家もあって、あ、住宅地だ。すごい。でも俺タワーマンのが好きなんだよ、タワーマン。みんなが住むならタワーマンで仲良くしたい。いやでも住宅地もいいね。あ、いいなこれ。ちょっと参考にしよう。すごいよ、この大通り。何もなくて綺麗。ランドみたいだ。ここお花畑もすごいね。綺麗だ。うわ、ここまで行くと青だけ。え、なんか書いてあるけど。あ、見れないんか。もしかしたらここに、誰かのお家を作る気なのかな？ごめんなさい、今気づいたんですけど、タイルがハートになってるわ。これ。女の子やな。これは。わ、温泉か？温泉だ。露天風呂だ。しかも、海の外が見える。綺麗な海が見える。うわ、誰か倒れてる！ここが、自分の家かな？ここだよね。そうだよね。ポストがあるからな。ここだ。みんな家でかいね。うわ、やっぱ地下もあるんか。そうだよな。もう借金返済してるよな。俺だけか、まだ。部屋が3個しかないとこって。2階と地下作りてえな、早く。お金がないんだよね。毎回株やるの忘れちゃうからさ。え、この作業台なんかかっこいい。うちの作業台と違う。あー、チュンチュンいる。うちは外で飼ってるんだけど、この中では家で放し飼いしてる。あ、キッチンだ。すごい。ここでコンロ使ってご飯を作り、できましたよ。持ってきましたよ。はい。で、ここで食べるのか。こんな感じで食事するのね。ウォーターサーバーとかミキサーとか。トースターもあるね。コンロしっかりしてるな。これ本格的じゃないキッチン。このキッチン欲しい。家に欲しい。あ、炊けてる。ご飯が炊けてる。ここ歩いてたら学生みたいじゃない？俺。学生じゃない？
これはね、ジョジョの奇妙な大冒険を見てね、俺触発されてね、空城城太郎になりてえと思って。学生服売ってたから買っちゃったんですよね。おら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 。こういう学生いたな。授業受けずに、公園のベンチ座ってるやつ。帰ろう。お家へ帰ろう。あれ、お見送りが来ないよ。文字でおいって打ちました。おーい。来た来た。じゃあ、帰るよ、俺は。お家に。なんだ、あいつ。こっち来たぞ。なんだあのクマは。ちょっと待て。帰る前に挨拶がしたい。君は誰だい？ああ、恥ずかしがり屋さんかな？家に帰るよ。バイバイ。ありがとうね、今日は。バイバイ。帰ってきたぞー。お家に帰ってきたぞー。俺の島上から見たらなんかいびつだな。汚いな。